昨日に続いてのラインの先導役6番中井に4番のシッチとシオ、唯一2日間で予選を突破した50代のレーサー。残り2周で関東勢を叩きに出る6番中井ですが、7番増井が止めます。6番中井を一発で捌く形になった7番増井、そして後方9番清水博人、8番手から1車前に来て残り1周半、北日本勢は動きません、中断。残り1周半で先頭は7番増井、突っ張って2番平原と5番の高橋を連れています。3番山崎が不気味な4番手を確保したまま最終周回に入りました。6番手9番清水博人の体勢、ペースが上がって7番増井、後ろ2番の平原にコーナーから9番清水もまくり、1番畠聡口が開けて残り 200m を通過した。9番清水のまくり仕事の準備で2番の平原の牽制、9番の清水浮きながら3番山崎と内目から5番高橋が応戦してくる。2番の平原光太降臨、2着接戦5番高橋か7番増井か。